キクムグラは、アカネカ、アカネアカ、ヤエムグラ族の多年草。茎は、株は横に広がって、地面を這い、車上し、長さは20から40センチメートルになる。茎は、細く、4両があり、無毛である。葉は4個が隣生し、角、和が平立って、茎につく。稀に5個つくことがある。葉は、長さからミリメートル、幅からミリメートル。 楕円形、または京頭欄型で、先は円筒とツタン、基部はくさび型になり、円及び表面の縁近くにのみ上向きの光合毛が生える。輪生する葉は、耐生する本来の2個の葉と、残りの2個の葉と同型の卓葉となる。花器は5から6月。枝先と葉液から果樹を出し、1から3個の白色の花をつける。花柄は細く。 長さ 5mm になるものから、無柄のものまであり、その基部には、非神経の1個の目立つ法要がある。学編は小型になり、針状の短毛が密生する。果敢は、逆付き形で、計 1mm、先は4進列する。湯水は4個あり、脂肪は2室に分かれ、各室に1個の胚種がある。果実は2個の文化からなり、各文化に1個の種子がある。 分け川台型で、表面は、針状の短毛が密生する。日本固有種。北海道、本州、四国、九州に分布し、山地の林園などに生育する。和苗菊むぐらは、菊むぐらの胃。この名は、古くからあると言われ、葉の様子を見立てたものという。むぐらは、草むら、やぶの意味がある。種小苗菊むぐらは、菊むぐらのこと。 大井月サブローによる命名で、本種の学名 G、ブラキーポディアン・マキシムは、別種の学名 G、ブラキーポダム・ヨルド、と重複するので解明する必要があるとされた。なお、ザプラントリストやトロピコスでは、学名の綴りが、ゲーリウム・キクム・ユラ、グーラではなく、ユラとされている。ありがとうございます。